はい、こんにちは。こんばんは。みちゃと申します。パスオブエグザイルゲーム実況続きやっていきましょう。本日よりね、POE のね、動画メインで、1週間ぐらいね、ちょっと上げていこうかなと思っております。強化週間やっていきましょう。で、前回の続きなのでね、クエストの方をどんどん進まして、この安全な隠れ家探しができるようにしていきたいので、とりあえず鋭利なものと残酷なものっていうクエストをやっていきましょう。じゃあやっていこう。とりあえず、目的地たどり着いたので行きましょう。さて、ここで何をやるんだ？マリガラのトゲを見つけろ。やっていこうか。で、ちょっとね、武器とかをね、結構いじって強くなってると思います。リガーブ棒のなんか、元素ダメージとか、いろいろ追加されている、霊気ダメージとか、雷ダメージが追加されている、弓矢をね、装備していこうかなと思います。結構サクサク倒せている、今のところ。よいしょ。これは、これはいいな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いいね。よっ。前回ね、なんだっけ、赤色武器落ちたので、今回もなんか弓矢で赤の武器手に入れたいね。そう簡単にはうまくいかないとは思うけど、手に入れられたら嬉しい。使ってみたいんだよな、早く。さてさてさて、まあいろいろ探索しながらやっていきましょう。おっと、この先が蜘蛛の巣。あれ、これクモの巣行っていいのか？あ、良さげだね。何？わあ、ここボス戦か。なるほど。どうする？一旦ここら辺置いて、こうして、一体。ポンと。やっぱ、あれだな。糸でちょっと動きが鈍くなるんだな。編むものを倒していくと、よいしょ。さすがに強いぞ。いったい。おお、えぐいな、これ。これ範囲攻撃絶対入れた方がいいな、これ。これは使っておいて、よいしょ。ここは置いていこう。よいしょ。で、うまい具合に、ここら辺で、取り巻きを倒しつつ、回復しつつ、よいしょ。いや、多いな。やっぱ。よいしょ。いっと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 いっ
やっばい、ここよいしょ、ふん、よいしょ、よいしょ、ほい、ほい、よいしょ、あとちゃう、あとちゃう、あとちゃう、ナイス。おお、なんか落ちた、指輪の赤色、赤色なんだったっけ、赤色ユニークだ、ユニーク、ユニークの指輪ゲッチュ、ちょっと集めるか。これが、クエストのアイテム。これでシルクさんに話しかけるね。これ石なしの指輪ゲッチュ、なんだろう、ちょっと装備してみたい。これか、ソケットを一つ持つ、鑑定する。うわー、なんかすごいね。これ全てのソケットは白色である。ソケットされたジェムはエレメンタルイクイリブリアムを得る。全ての元素耐性マイナス20、マイナス赤ジェムが、ソケットされた場合は、場合の非耐性が95、緑ジェムだと霊気耐性91、青ジェムだと雷耐性。なるほどね。それぞれの、色のジェムを装備することで、雷であったり火炎であったり霊気であったりっていう耐性がつくってことか。なるほど。いや、使わなさそう、今んとこ。なるほどね。あ、このアミュレット強そう。
え、これ、これ欲しい。こっちの方が装備した方がいいのでは？あ、こっち？あ、絶対こっち装備した方が、あ、いいな。はい。あれ？これでも知性が足りない？あ、知性が1足りない。とりあえずいろいろ試したができなかったので装備は変えないでいきましょう。一旦戻りましょうか。さて、とりあえずシルクさんに話しかけようかな。はい。その槍、私からの贈り物だ。英雄から英雄への。さて、報酬もらっていこう。投射物強化サポート。これ持ってないか？なんか持ってる気がするんだけどな。持ってないか。まあでも、これ欲しい気もする。よいしょ。OK、クエスト完了。さて、ヘレナスさんに赤文字が赤びっくり出てる。なあ、これ。あ、そう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 、なんか、扉があって動かせなかったやつのあの巨大な木の根に阻まれていると。で、あなたはその問題に効く薬を持っているというより便利な病ね。トゲを使って、あ、なるほど。さっきのトゲで、この先に、恐怖の密林に行くための、道が開けるということかな。なるほど。ってことは、これが多分進ませられるね。安全な隠れ家探し。じゃあやっていこうか。なので、湿地から多分行くんだよね。うん。じゃあちょっと行ってきましょうか。さて、とりあえず湿地にたどり着いて、ここここ。ここがね、通れなかったんだよ。おー、行けたー。バールの遺跡。さあ、バールの遺跡。お、行こうか。バールの遺跡を抜ける道。なるほどね。ここ探索やっていこうか。何？なんこいつら。んー、まあ、いいか、倒していこうか。え、どうやって倒す？ここ行け、ん？あ、これ。扉、あ、開けるのか、これ。おー！すごい勢いできた。物理から雷サポートっていうジェムが落ちた。あ、これ。まあ、いや、拾っておこう。オープン。ほいや！ははは、強。イェーイ。レベルアップ。重傷サポート。ジム結構落ちるな。オッケー。結構奥まで進んできましたね。結構ね、ダメージが痛いんだよね。ほほほ。よいしょ、ナイス。結構広い、このマップ。サクサクといくか。いや、でも、ユニーク武器落ちたけど、指輪だったね。なかなか欲しいものは、そう簡単には手に入らないといった感じかな。まあ、そこら辺をね、探すために時間をかけてやるのも、このゲームの醍醐味。さて、なんかあるぞ、ここ。痛い。なんかある。ここら辺か？なんかここおるんだよな。開けちゃいけなかったかもしれない。いたいたいた。ちょっと待って、上、邪魔。なんか来たー。なんかこれ。加速の死は待って、ちょっと待って、なんか、ちょっと待って。おお、大丈夫か？これは速くなるだけか？オッケー。移動速度が速くなるのは嬉しい。嬉しいが。オッケー。はや。これ拾っとくか。あと30秒ぐらい。あ、これ攻撃速度も上がるんか。強いな。大きいフラスコ。おやおやおや。おりゃおりゃおりゃ。あ、行き止まりだ。ははは。あ、なんかここ、先行く道がある。あ、ここだ。何これ。太古の封印。いいなに、エイペックスを見せ、なに。ほう。こんなことは起きるべきではない。私の知ってる世界では。なに。何かが起こった。エイペックスっていうのアイテムはね、持っているんだよな。なんかのクエストで手に入れた。え、これ先に行くべきじゃないか。
R の遺跡を、抜ける道をとりあえず探さないといけないから、まだ先に行こうか。なんだろう。何かが起こった。この手のゲーム、ストーリー全然わからんからな。あ、何これ、北の森だ。あ、抜けた抜けた。え、じゃあ一回戻るか、これ。戻った方が良さげだな。あ、でも待てよ。ここのウェイポイント解放してからじゃないともう、めんどいか。え、なんかおる。あ、これあれじゃん。うわー、これビーストじゃない。危ない。ほい、ほい。ほい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 と。え、強いかも。あ、ん？待て待て。いや、どうなんだろう。強いのかな。フィールドが割れんな。ほい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 と。いった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 。あ、いや、でも、いけるかもしれん。ほいと。OKOKOK。あ、ビーストね。アイナーさん来てくれるよね。お、ありがとう、ありがたい。ありがたい、ありがたい。うわーは！凍結えぐいな。レンジャー凍結食らうと、移動が、回避できないの、えらいきつい。凍結回避、出た方がいいかもな、これ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、なんか解放された。なんだ？ユニークアイテムの作成、新しいレシピ。何かが解放されたっぽいがわからない。なんかいろいろ落ちてるが、見当たるらしいものは特にないか？ビースト、あと3体いるな。なんかこいつ。なんとか倒せるか？オーケー。あ、あとはウェイポイント。よかった。解放。オッケー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 。え、なんか、なんだこの、どす黒い空気。どうしよっかな。ちょっと一旦さ、このビーストを2つ捕らえてから戻ります。とりあえず、ビーストをね、4体捕らえたので、そこのクエストは終わって、で、恐怖のね、密林の行く先の道が見つかったので、一旦行っとこうかなと思います。で、ここで、隠れ家を探せっていうのが出ているので、ちょっと探してみよっかな。さてさて、なんか青色の目的地が見えてきた。ここら辺かな？あ、あった。緑豊かな隠れ家。どうやって行くんだ、これ。ここからぐるっと回る感じかな？なんだここは。よいしょ。ちょっと行ってみるか。着いた。お、ヘレナさん。ここは、隠れ家を作るのに良さそうな場所だけど、モンスターだらけで、危険なものをすべて排除してくれるらかしらと。わかりました。隠れ家の一掃をやっていこうか。ここら辺の敵を全部倒すと。これ自分家持てるのかな？うわ、なんかおる、なんか、うやばい、ちょっと待って。すごい勢いでくる。ほい。東京の上。広上。あ、どこだ？あ、いるいる。うわあ！えぐいな、ここ。いや、狭狭狭。いって。ほい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 、どうだこれ。こいこいこいや。もう橋の上で。全部倒してやる。ナイス。オッケー。え、じゃあ戻ってヘルナさんに話しかけるか。え、これ自分家持てる？まさか。ヘルナさん、どこ？よし、倒したよ。不思議ね。最後のモンスターが死んだ時、雰囲気が変わったわ。浄化されたとは違うけれど。
あなたは確かにこの場所を覆っていた影を取り除いてみたい。私はここに残って危険なものがまた出てこないことを確認するわ。隠れ家を作成する。なにこれ。エグザイル、私たちの隠れ家にようこそ、設営を始めるわ。え？なんだこれ。え、これは、ハウジングか？ハウジング機能？すごいすごい。クロフトベンチとかある。なにこれ。よし。何回か実験を行ってみたが、何度やっても安全なトランスミュージアーズデバイスによる魔法的な付与が何種類かあった。装備品を一つ強化してみて、私の実験結果に合致するか見てみましょう。なんだこれは全然わからんか、クラフトベンチ。隠れ家を選ぶ、アイテムを売る。さよなら。ここウェイポイント解放した。はい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 。これでなんだこれは、なんだこれ、なんだこれ。ライフ、最大ライフ。あ、これあれか？アイテムを、ここに、置くことで、あ、これでクラフトできるんだ。クラフトすることでなんかいいことあんのかな、これ。ちょっと待って。なんか多分ここに置いたら、このなんかアイテム消費して、ここに何かをつけられるんじゃないかな。試しにやってみると、筋力とかつけてみる？何消費してんだろう？まあいいや。消費。クラフト。お、できた。こうすると、あー、なるほど。その、モッドっていうのかな。その青字に書かれている以外の文字、水色の文字が追加されていくということか。なるほどね。はい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 。これ結構いいんじゃない？なるほど。で、ここで多分、必要なアイテムが、その、なんだ、アイナーさんのクエストというか、まあ、結構、ビーストをね、倒して得られるアイテムで、ここら辺をどんどんやっていくって感じなのかな。なるほど。またちょっとやり込み要素出てきちゃった。じゃ一旦ヘレンさんに話しかけるか。これ以上ない結果、はい。で、隠れ家。で、これさ、装備品、これ何があるの？隠れ家の NPC、ウェイポイント。ん？これ適当に置けんのかな？うわ、適当に置ける。なるほどね。めっちゃあるじゃん。ああ。おもろ。なるほど、なるほど。で、これでエクスポートすればいいかな。あ、これは違うわ。編集中です。編集中が終わりました。インポートも関係ない。編集終わり。あ、自分の家ができますね。こんな要素解放された。なるほど。じゃあ、ま、今回はこの辺で終わりましょう。ちょっと次回ね、この多分、森の野営地戻って、クエスト報告したら、また、新しいクエスト出てくると思いますので、速攻やっていきたいと思います。結構進んだんじゃないかな。ではでは、この辺で終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。